はい、ありがとうございます。ご紹介いただきありがとうございました。またここ の会場をお貸しいただいて、関西医科大学の方に非常にいろんな面でご協力いただきました。本当に今日の開催をこぎつけることができましてありがとうございます。私箕輪麻里と申しまして、この、講習会を主催しておりますバイオサイエンスデータベースセンター JST 科学技術振興機構というところのセンターから参りました。もともとウェットの生物を扱うような研究をしていた人間なんですけれども、今はこういったデータベースを皆さんに使っていただくということを広報活動中心とした活動をこのセンターで行っております。では早速始めていきたいと思います。お手元に、先ほど受付でお配りしたこういった資料ございます。今日 の講習 の先生方から皆さんから資料はあらかじめいただいておりまして、プリント版もここにございます。基本的にそれを写しながらということで進めてまいりたいと思います。もし途中でも結構です、何か足りないものあると思ったらちょっと声を手を挙げていただきまして、スタッフの方にお知らせください。では始めていきます。私のパートは NBDC の紹介と NBDC が提供するサービスということで、ご紹介をします。まず講習を始める前になんですけれども、今日は皆さん、今 Wi-Fi につないでいただいていて、インターネット経由でいろんなウェブサービスなんか使っていただきながらやっていきます。でその際にですね、クリックする場面が何度か出てくると思います。ただ私どもがやってる、アメリカとかの大きい公共サービスがやってるのはちょっと別なんですけど、私どもがやってるサーバーは結構リソースが限られてもいるので、皆さんでいっぺんにアクセスすると、もしかするとレスポンスが遅いことがあるかもしれません。でそういう時にはですね、何度も何度もクリックするとそれだけ余計レスポンスが遅くなりますので、ちょっとおおらかな気持ちで、ちょっと困ってるのかなと思いながら、しばらく時間を置いてまたクリックしていただくということで対応していただければと思います。それからですね、今日のこの様子は、録画をさせていただいております。っていうのはここでお話、今日一連のお話をさせていただくその講義の内容は、皆ここにご出席の方でなく他の方にもご覧いただくと非常に役立つものなので、この動画は必ずいつも公開させていただくようにしています。なので、後から皆さんもこの動画をまたご覧いただくこともできますし、他の方もご覧いただけるということで、後でご紹介する統合テレビというところで公開をしていきますので、録画してます。あそこにカメラございますけれども、後ろから基本撮ってますので、あまり顔とか映り込むことはないかと思いますので、一応ご注意ください。では始めていきます。もう一つ、講習会の資料置き場なんですけれども、皆さん NBDC アジャックス河内ということで、お申し込みいただいた画面があるかと思うんですけれども、その画面ですね、そこから、講習資料はこちらというリンクが今貼られております。皆さん Wi-Fi をつなぎの方は、NBDC アジャックス河内と検索していただくと、このページの次が、講習会こちらという講習会資料こちらというリンクがあるところが分かると思いますので、そこを押していただくとこの画面が出てきて、今このちょっと下の方ですね、ここに講習会 のいろんなプログラム資料が全部ここで置いてありますので、後でまたちょっと戻ったりすることもあるかと思いますので、ここを開けておいていただければと思います。はい、では、具体的な内容に入ってまいりましょう。生命科学データベースの概要ということで、先ほど先生からもお話がございましたように、最近の生命科学というのは、情報爆発の時代が生命科学にもやってきておりまして、仮説を検証するという従来型の、研究のタイプからですね、データを使ってまず仮説を作り出す方法、そういうデータを使ってやるというようなことでだんだん転換されています。ということで、データとかデータベースを自在に使いこなすとか、情報学、従来の統計学も含めてそういったものを使いながらそのデータを利用していくということですね。でデータを、いろんなデータを寄せ集めて使うことによって、知識を発見していくといった、そういったスタイルになってきているわけです。で代表的な生命科学関係のデータベースとしては、今ここにご覧いただいたようなものがございますけれども、データベースの内容で分類しますとこんな形で、DNA ですとかアミノ酸、それからパスウェイとかですね、あと遺伝病なんかでも皆さんもファミリアなものがいろいろ出てくるかと思います。でその中で、日本にも代表的な生命科学のデータベースというのはいろいろございまして、一つには DDBJ、こちらは、米国の NCBI、 それから、ヨーロッパの EBI なんかと、一緒にですね、世界的な、
塩基配列データベースのネットワークを組んでいるセンターですけれども、この DDBJ なんかが非常に有名なデータベースの一つです。あとは、これもやはり世界的なアライアンスを組んでいる PDBJ プロテインデータバンクジャパンというのがありますし、それから、近いところでは京都大学の KEG ですね。これも皆さんも非常にお使いになったこともあるかと思いますけれども、こういったものが日本の代表的な生命科学データベースとなっております。で一方ですね、データベースどういうや作られ方をしてきたかというような分類がここに書かれておりますけれども、一つにはバンク型、それからプロジェクトでそのデータベースを最終的にアウトプットとして作ったようなもの、それからですね、あとはプログラムを走らせることでデータベースを作っていくようなもの、それから、下の3つは主にこう人手が介在してですね、データにいろんな注釈をつけていったりすることで、非常にデータを整理していくようなキュレーション型、それから、主に、文章読み物として出てくるような、知識モデル型とか創設型とか言われるとこういったものがあります。ちょっとこの古い分類かもしれませんけども、こういった分類がありまして、その中にも先ほどご紹介したような DDBJ ですとか、PDB ですね、それから一番下の2つ目ですか、KEG が出てまいります。でその中でもこのバンク型データベースっていうのは、先ほどお話した DDBJ、 それから米国のジェンバンク、それから、ヨーロッパで運営している EBI の ENA ですとかですと、や先ほどのタンパク質の PDB なんですけれども、そういったものは、世界中で解読された塩基配列や、立体構造の情報を受け入れるということをやっております。でデータベースに蓄積して公開して共有するということで、それらのバンクに収めるときにアクセッションナンバーを付与されることから、論文を投稿するときには必ずここに登録するということが必要で、皆さんも研究成果を発表されるときにここに登録されたことはあるかと思います。で最近ではその塩基配列やリッター構造以外のデータにつきましても、そういったリポジトリへの登録が求められるようになってきております。こういったところで、なるべくデータを公開していくということが必要なんですけれども、その一つ の世界的な動きといたしまして、オープンサイエンスに関する検討会というのがあります。でこれは、2013年、G8 サミットの関係の科学大臣の会合ですけれども、そこで共同声明がありまして、もともと論文をオープンアクセスにしようというのは、生命科学で割と普通のことなんですけれども、そういったものに加えて研究データをオープン化していきましょうという動きがありまして、それをもとになりまして、内閣府で検討したというのはこの国際的動向を踏まえたオープンサイエンスに関する検討会というものになります。でここに、下の方に青く書いてありますように、公的研究資金を用いた研究成果については広く公開していくと、それで皆さんが再利用できるような形で、やっていく、公開していくことで、新しいイノベーションを創出につながることを目指した、こういったサイエンスのことをオープンサイエンスと呼んで推進していこうということになってきたわけです。でそれではデータを共有することの意義というのはどういうものかといいますと、まず一つには研究をしている皆さんすでにご存知だと思うんですけれども、科学の世界においては、何かをこう新しいことを主張したときにはですね、それを裏付けるようなエビデンスが必要になります。で、そういった意味で科学の世界では本来データは第三者と共有するものなんですけれども、その意味としては実験結果をこう再現できるか、それが本当に真理であったかということですとか、データそのものが間違っていないか その透明性を担保するとか、それから やはり第三者が再利用できるような形で、提供することで新しい観点からそのデータをまた新たに生かすというようなことにも結びつきますので、科学の世界ではこういうふうに第三者と共有することが非常に重要だと思われております。で一番下に書いてあるのはですね、これは特に欧米で言われていることなんですけれども、民間企業でやられている研究は別といたしまして、基本的に公的な機関、大学とかそういうところですね、やられている研究というのは基本的に公的資金を投じたデータなので、そこに対してもすでに市民は一度税金を払っているという考え方で、であればそこから出てきた、結果に関しては市民が自由に利用できることが、ある意味当然だろうということで、国などの公的資金を投じて得られたデータは共有へというような考え方がございます。
で、それに関連してこの JST と NBDC がそのデータ共有ということに対してどういう取り組みをしているかについてご紹介していきたいと思います。実は、生命科学の分野では、先ほどの公共データベースへのデータのリポジトリ、論文化するときのリポジトリなどを通じまして、かなり昔から、データが共有されているというような、一部ではですね、そういった状況があったわけなんですけれども、特にゲノムの解読が大きく進んできたときにですね、国内で、ここに示しているのは今のお配りしたパンフレットの裏にも書いてある年表なんですけれども、ゲノム科学に関して、今後そのデータをどういうふうに扱っていくかというような方針がもう2000年の頃に科学技術会議で、答申が出されておりました。で、それを受けまして、ちょっと中ほどになるんですけれども、統合データベースプロジェクトというのが文科省を中心に、構成されまして、それを推進することによ、推進それそれを推進することで、データを共有していこうという動きが起きてきておりました。で、その成果を受けまして、私どものバイオサイエンスデータベースセンターというのが一番ここのお見せしているところ一番下になりますが、2011年の4月に、補足しておりまして、統合データベースプロジェクトの成果を受け継ぐとともに、さらにそのデータ共有を推進するという活動をしております。このスライドでは、JST というのがどういうミッションを持っているかということをちょっと簡単にご紹介しているんですけれども、平成29年4月からの新しい中期計画というものが発表されまして、それについては、ここに書いてある1、2、3の大きな項目がございました。で、その中の2番目ですね、知の創造と経済社会価値への転換というところで、2-4、情報基盤の強化というところに、過去書きなんですけど、ライフサイエンスデータベースの統合の推進という項目がありまして、そこでライフサイエンスの研究の成果がこう広く研究者コミュニティに、共有され活用されることを目指しまして、オープンサイエンスの動向を踏まえた活動をしますということを謳っております。で、こういった方針のもとですね、バイオサイエンスデータベースセンターというセンターがございまして、先ほど申し上げたように2011年4月に設立されておりますが、そのミッションは、データベース研究開発戦略の立案ということで、どういったデータベースを研究者の先生方に作っていただくと今後の、研究の広がりに役立つかというようなことの戦略を立てるということと同時に、データベースそのものを充実させていくということですね。一つは不詳感のデータベース統合とありますのは、文科省だけがその生命科学のデータベースの構築するような活動をしているわけではなくて、例えば経済産業省、それからもちろん厚生労働省、それから農林水産省とですね、あと最近は環境省なども、エコチルといったようなプロジェクトをやっていることもありますので、そういった府省間でデータベースを共有するというような活動もすると同時に、データベースを共有するために必要な基盤技術の開発、それから主にその生命科学の分野で、どういった分野の先生方にまずデータベースをこうある程度取りまとめていただいて、データ共有につなげていただくかというようなところをこちらがサポートするということで、ファンディングプログラムなんかもやっております。で、もちろん3番目ではポータルサイトで私たちその成果を公開したりとかですね、あとはデータの共有はインターネット上で行われて、もう世界的なものですから、世界的なセンターとのいろんな国際連携もするということで活動を進めております。そして NBDC の細かい取り組みについて、こちらは後でパンフレットの方も中身をちょっと詳しくご覧いただければと思うんですけれども、一つには先ほど申し上げた基盤技術開発ですね、データベースを共有するといってもどういったやり方であればデータの共有がスムーズに進むのかといったことがありますので、そういった技術開発をすると同時にファンディングプログラムということで、現在はこれだけの先生方にそれぞれの分野、それからそれぞれの対象物についてのデータベースを取りまとめていただくということをお願いしてやっていただいております。例えば医学系の、テーマもございますし、それから、プロテオームとかそういった対象物ですね、そういったことに
テーマを絞ったそういったものもプロジェクトもございます。後で中ちょっとご覧いただいてご自分の興味のあるものがあれば参考にしていただければと思います。それでデータの公開についてもいろいろなことをやっておりますということで、この後は私どもがやっているいろんなサービスについてちょっとご紹介を進めていきたいと思います。まずその NBDC が提供するサービスというのは、従来から生命科学のデータベースこんなところが問題だよというようなことを、文科省の統合データベースプロジェクトを始めるときに指摘された内容がありましたので、それを少しでも解消しようという方針でやっているものなんですけれども、どういった問題点があったかといいますと、例えば、どんなデータベースがどこにあるのかというのがよくわからない、ウェブで公開されているらしいんだけれどもどこにあるかわからないということで、もしかしたらもうすでに自分が今やろうとしていることはデータあるんじゃないかというようなことがあります。それから、複数のデータベースを横断的に検索できないかというような要望がありました。これはそれぞれ公開されていてそれぞれのインターフェースで行けば検索できるんですけれども、あっちも行ってこっちも行ってっていうのことをやらなきゃいけないということがありますのと、それから、例えば分子のデータと、それから文献とか特許とかそういった文書情報ですね、そういったものをなるべく一括で検索できれば便利なのになというような要望がありました。それから3つ目なんですけれども、ウェブでそうやって個別のデータにアクセスするのはいいと、それはいいんですけれども、そうじゃなくてそのデータを丸ごと取ってきて自分のデータと例えば合わせて解析したいとか、そういったニーズに応えるようなそういったものはなかなかありませんで、つまりデータセットそのものを取得できないかというような要望がありました。でこれらについて今後ちょっと少しずつお話をしていきたいと思います。で、もう一つちょっとそのデータを利用する際に一つ重要な問題があるので、ここでそれだけもうちょっとだけご指摘しておきたいと思うんですけれども、さまざまな方法でこういうデータを見つけたとしてもですね、そこにはいくつか問題がありまして、例えばそのデータベースの中にどのようなデータが入っているのかよくわからないということですね。でいろんなデータがあります。それにそのデータ項目の説明がバラバラで、これとこれは同じものなのかどうなのかという比較もなかなかしにくいということがあります。それについてはデータフォーマットを標準化するとかですね、あとデータの説明項目を揃えていくといったことで、同じようなデータがどこにあるのかということを見つけられやすくするというようなことを進めています。それから実際にその求められるデータが入手できるかどうかということなんですけれども、例えばデータを集める仕組みとして公的な資金でやられたものは最終的な成果としてデータベースを例えば私どもの NBDC のセンターに預けてくださいというようなルールがですね、統合データベースプロジェクトが始まって以降だんだん文科省とか、厚生労働省の、いろんな公的な研究費のところに書かれるようになりましたので、これも一つちょっとずつですけれども前進しているというようなことです。それから最後にですね、どのように使っているのか、データ見つけました、データベース見つけました、じゃあこのデータは自分がどういうふうに使っていいのかということがわからないということで、利用に際しての条件がバラバラだったり、例えば民間企業の方はそれ使ったらお金取られるんじゃないかとか、そういったことが非常に心配になるわけなんですけれども、こういったことも利用条件を標準化して、明示していくということで分かりやすく、いちいち問い合わせてしてどういった条件ですかとか、あと契約を結ぶとか、そういうことしなくていいようにしたいというようなことで、著作権表示とかそういったものをきちんと書いていきましょうと、皆さんに見えるようにしていきましょうということを進めています。で最後 のポイントなんですけれども、一つ私どもが採用しているライセンスの条件がクリエイティブコモンズというライセンスがありまして、これもともと著作権絵画とか文章とかですね、そういった著作権に対する、ライセンス形態として初めて出てきたものなんですけれども、これをデータにも一応採用しようということで、今は、それぞれ帰宅いただいたデータなどにもつけるようにしています。でクリエイティブコモンズライセンスというのはですね、ここに真ん中の上の方に書いてある4つの条件ですね。例えば表示というのはクレジットを表示することです。それから、改変していいかしちゃダメかというようなことをちゃんと明示するとかですね、あと営利団体が使っていいかどうかということと、それから、最後のは、ちょっとこれなかなか難しいんですけど、
継承というのは元のライセンス、元に公開されている条件があったら、それを次に あなたが作った二次著作物についてももう一回同じ条件を設定してくださいということなんですね。例えば、表示と書いてあるもの、それからこの継承ということが書いてあれば、そのデータを使った二次著作物も同じように表示継承というライセンスをつけてくださいと、でその上で公開してくださいというようなことになるわけなんですけれども、これらの4つのマークを組み合わせて一番下にあるような6つの利用条件を設定しています。一番左側が倍、表示だけすれば自由に使っていいというもの、それから一番右側が非常に条件が厳しくなってくるわけですけれども、こういったことを作った側がちゃんと表示することで、使う側がその条件をいちいち問い合わせなくても分かるというようなことをやっているものです。でそれを私たちは採用しているわけなんですけれども、 NBDC で採用している CC のライセンスというのはあまりきつい条件のものは設定していません。ここで利用の自由度ということで中からこうって書いてありますけれども、CC 表示継承、クレジットを表示してから同じ条件で公開してねというような内容を一番、基本とはしておりますが、その次には表示だけしてくれればどういう使い方してもいいよというもの、それから最後に出てくるのはさっきの6つの中にはなかったものなんですけれども、利用条件はなしですということをあらかじめ明記するということで、パブリックドメインと書いて、CC0 とも呼ばれているライセンスケータになりますが、これは本当に自由に利用しても構いませんということを著作者が明示するようなやり方です。これを私どもは使っております。さて、では、主なサービスについて、ご紹介しながら、一部についてはハンズオン講習会ということなのでインターネットにつないでいただきながら、皆さんで進めていきたいと思いますけれども、ですね、まず NBDC のポータルサイトを先ほどブラウザーちょっと開けていただいたかと思うんですけど、そこにプラスタブを一つ追加していただいて開けていただきたいんです。ポータルサイトへは、NBDC と検索していただければ多分どの検索エンジンでもトップに出てくると思うんですけれども、そのポータルサイトを開いていただくとこんな画面が出てくると思います。大丈夫でしょうか。はい、ここまでは全然大丈夫かなと思うんですけど、でここにご覧いただくようてますようにかなりごちゃっとしてて、今実はこのウェブサイト見直そうプロジェクトが私たちの中でも起きてるんですけれども、とりあえずは手の内にあるものは皆さんに全部見せようというような形のポータルサイトになってまして、今からご紹介する主なサービスといってるものは割と左の上の方に固まっております。でそれから、先ほどちょっとご紹介したいろんな分野ごとにデータベースまとめていただいているっていう、そのまず分野ごとのデータベースもそれぞれリンクとして公開しているんですけれども、それは、左の、下の方になっています。それから、真ん中というか右の側 の列なんですけれども、いろんな便利なサービスがありまして、ここ一部はまたちょっと後ほどご紹介をしますし、それから今日後半でお話しいただく先生方はこの中からまたご紹介いただくものもありますので、ここは私の方では詳しい説明はあまりいたしませんが、そういったものになります。で、一番右の方はいろんなニュースとかその時々、例えば今 NGS 講習会というのをやりますというのが出てますが、これ8月 の末の方にやりますので、そういったものが出ているというところです。ではまずデータベースのカタログというもので、先ほど その3つあった大きな要望の中の1つ目を解決していこうということでやっているサービスをご紹介します。正式な名称はインテグバイオデータベースカタログというものですが、このカタログには、1600件以上のデータベースの情報、データベースの情報ですね、データベースがどんなものかというのことをまとめた、そういったカタログになります。で国内 のプロジェクトで作られたデータベースを有効活用していただくことも一つの目的なので、国内で公開されているものを数多く収録をしておりますが、国外のものも、データベースの一覧の中には含まれております。で例えばデータベース名ですとか、それが URL どこでアクセスできるとかですね、あとはどういう機関が作ったか、対象としている生物種とか、そういった説明が揃えて書いてあります。
それから、データベースをキーワード検索したり、カテゴリーからこう絞り込んだり探したりするようなことができるようになっております。場所はですね、この一番左上、インテグバイオデータベースカタログと書いてあるところになります。でそこをクリックしていただくと出てくる画面がまずこんな感じ。大きく3つのこうペインに構成されておりまして、真ん中がデータベースの一覧、デフォルトだ と、新しく搭載された順になってますので、一番上に一番新しいのが出てくるという形になっています。それで、左側のところでは一覧内の検索絞り込みというようなことができるようになっているんですけれども、例えばですね、今このウイルスっていうところで検索したときに出てくる画面がちょっと今裏に隠れちゃってますけど、51件のカタログがこういうふうに出てくるというような感じに、そこで絞り込むことができます。で、左の一番上のところにリセットっていうのがありますけど、これをリセットすると元の1600何件のこちらの画面に戻るようになってますので、途中で困ったらここでとりあえずリセットしてみるというような形です。で一応検索例ということで、ここで主要とキーワード検索をして、やってみていただいてもいいんですけれども、主要と検索をしていただくと、多分同じような画面が出てくるかと思うんですが、その中でちょっと私の方で例として出しているのが、P ダイレクトというゲノム解析データポータルというのがありまして、この P ダイレクトっていうのは今ちょっと、昨年度で終わってしまったプロジェクトなんですけれども、がんゲノムについて、データをたくさんのデータを公開されている、サイトになります。で、ここでサムネイルといって画面のトップ画面のちょっとこうちっちゃな画面ですね、ああいうところですとか、あと P ダイレクトっていう名称をクリックしていただくと、オリジナルサイト、今この下に出しているオリジナルサイトへリンクされておりますし、それから詳細へっていうのが全てのカタログのエントリーがついておりますけれども、それをクリックしていただくと、私どもの方でまとめたカタログについての概要がご覧いただけるということになっています。結構そのいきなりサイトに行っても意外と中わからないので、もしなんかサイトにこんなデータベースあるなって見つけたら、まずこっち読んでいただくと、何を対象にしてどんなことをやったデータベースなのかっていうのはある程度わかるように書いてありますので、ご参考にしていただければと思います。内容としてはこんなようなカタログの計算内容を揃えて書いてありますので、特に説明のところはですね、私どものところでちゃんとそのサイトを見に行って、ああこういったことをやってるんだなというのことを読み砕いてですね、それで文章を書いておりますので、一応著作権的にはフリーということで出しています。はい、こういったデータベースのそれぞれの詳細になります。で、あまり実際にやられる方はそんなにいないかもしれないんですけれども、このカタログ全体の情報をダウンロードして自分で使いやすく検索できるようにするよとか、そういったことをもしご興味のある方はですね、このデータベースカタログのデータ全部ですね、そういった文章のデータとかそういったものを全てダウンロードすることができまして、それをパブリックドメインで出してますので自由にお使いください。はい、といったものになります。これがインテグバイオデータベースカタログといって、最初のどこにどんなデータベースがというようなことを解決する一つの策となっております。でその次のページに一応実習って書いてあるんですけれども、ここをじゃあちょっとやっていただいてもよろしいでしょうか。基本的には左側のペインにあった絞り込み機能というのを使ってみましょうということで、植物のゲノム遺伝子に関係するデータベースはいくつ存在するかというのを、一番初めは全検索条件リセットしていただいた状態からちょっと見ていただきたいと思うんですけれども、どうでしょうか。植物というのとゲノム遺伝子というの左側をちょっと、下の方へスクロールしていただきながら選んでいただきたいんですが、大丈夫ですかね。次のページに一応答えって言いますか、どんな状況になるかというのをご覧いただけるようになってます。植物ってところ赤くなってて、そこで50何件というのが書いてありますし、それからゲノム遺伝子ってところを今同時に赤くしている状況ですね。こういったように選んだところ赤くなるようになってます。でそれから、さらにその前の実習のところで
日本国内で作成された DB はいくつ存在するかっていうんですけど、これももう一応選択された画面になっていて、一番下に地域っていうのがあります。ここのところで日本って選んでいただいた、そういった画面にこれはなっています。欲しいですかね。でそのうちのいくつが稼働してるかってことなんですけど、これ結構重要で、今ここにあの稼働状況、稼働中ってのありますよね。この稼働中を、まあ、最終的にこの4つの状況を全部検索したの結果が今これになってるんですけれども、あのここに停止とか公開停止中とか運用終了とか書いてあるのお分かりかと思いますが、中にはあの検索をしていくとですね、この、 あのサムネイルのところに大きくあの公開停止何日とか書かれているものがあります。それはですね、あの毎日毎日このカタログのデータベースの方ではそこのサイトに行ってそのサイトが生きているかどうかっていうのを確認してるんですね。であのせっかく見つけたデータベース行ってみたらやってなかったって非常に落胆するので、あのそういうことがないようにあらかじめ本当にこのデータベース生きているかどうかを分かるようにしていますので、まあ、この稼働中というところを選んでいただいて、まあ、そこのデータベース行っていただければ基本的には使えるはずという状況になっております。そういった意味で役立てていただければと思います。で先ほどの実習の最後に、まあ、おまけということでカタログをダウンロードして Excel で開くというのもありますけども、これはちょっと今ここではやりません。あの普通にあの、タブ区切りの情報などで、ダウンロードできますので、あの役立てたい方は使って自由に使っていただければと思います。はい、では次進みます。よろしいですかね。あの一応自由に検索とかいろいろ書いてあるんですけど、なるべく先進んで時間もなるべく早くしておきたいので、後で本当に自由にやっていただければと思いますので、次進みたいと思います。次は、まあ、複数のデータベースをいっぺんに検索するようなやり方ができないかということで、それに対する答えとして私のもデータベースの一括検索、生命科学データベース横断検索というものを提供しております。これ生命科学分野のコンテンツを対象にした検索システムでして、分子データベースの中の文献とか特許情報と合わせて一括検索できます。ちょっと先ほど、まあ分子データとそれから文献とかそういった情報と一緒に検索できるといいよねっていう話があったんですけれども、それ分子データベースをまあ検索するときは、例えば塩基配列とかですとブラストというやり方で、塩基配列そのもので検索するやり方ありますが、今ここでやってる検索というのは基本的にキーワード検索になりますので、まあ分子情報のそのデータの中にもいろんな説明情報が書いてあります。その説明情報に対する検索という形になります。で検索対象のデータベースとしては今621件です。で検索キーワードは、京都大学の金子先生が作られているライフサイエンス辞書というのを使わせていただいて、日英の翻訳を中でしておりますので、日本語だけで検索してもそれをライフサイエンス辞書の中であのこう変換できる内容の英語で同時に検索することをやっております。それから、検索結果の絞り込み機能なんかもありますので、まあ、データベースごとに絞り込んだりとかそういったこともできるようになります。あとは類似キーワードを表示したりして、まあ、検索をその後どんどん広げていただくというような機能も中に持っている、そういったものになります。で、よくあの私たちこの横断検索どういうものですかということをあのご紹介するときに、まあ、生命科学の Google 検索ですというようなことを言うんですが、じゃあ実際に Google 検索と生命科学のデータベースの検索、横断検索って何が違うのかということをちょっとここでご紹介したいと思います。Google で例えばマウスと検索しますと、まあ、生命科学の実験の情報であれば当然欲しいのは上のネズミちゃんのマウスの方なんですけれども、基本的にたくさん出てくるのは、コンピューター学系のマウスです。ということでもちろんあの Google が対象としているデータベースと、それから横断検索はもちろん生命科学に特化してデータベースを裏であの対象としてますので、そういった面で大きく違っています。それからですね、右上の方なんですが、データベースというのはあの非常に構造上複雑になっておりまして、あの一番上にこう見える部分と、それからそれがこあの階層構造になって非常に下のところまでデータが格納されているという状況になっているんですけれども、一般的な Google の検索ですと、この表層ウェブと言われるところだけを検索の対象としています。
ただ、生命科学の方では、私たちの方でその検索対象となるデータを整備していますので、ある程度の深さのところまできっちり検索できるように、そのあたりも、検索対象に挙げるということをしております。で、そういったことからですね、一つには右下の方を行きますと、公開ウェブの、例えば Google なんかだと 53.2% 程度しか、カバーできていないんだよというような、研究の、報告もありますので、生命科学に特化したものをなるべく幅広くということを考えますと、私たちの生命科学データベースの横断検索というのが、非常に有用なのではないかというふうに思っています。で、検索対象なんですけれども、ちょっとこれデータ数的にはちょっと古いので全部足すと600とかにならないんですが、例えば文献としてはこういったものがあります。なかなか文献はですね、実際は文章に対して著作権があるので商業的な文章とかなかなか出していただくことが難しいんですけれども、例えば文科省のものとかはですね、著作権フリーだったりするので、そういったものを中心にまとめております。それから、あと学会の要旨ですね。これも学会ごとに協力いただけるところとそうじゃないところとあるので、なかなか全部というわけにはいかないんですけれども、ある程度、中に盛り込むようにしています。あとは特許の情報ですね。実は特許の情報っていうのは結構こういう検索サービスに自由に使っていい対象の一つなんです。なのでこれはなるべく盛り込もうということで、今ちょっとこうデータ古いですけど、なるべくアップデートするようにして盛り込んでいます。あとはもともと私たちがやっているような統合データベースプロジェクトでいろいろ出てきたような情報、そういったものは盛り込んでおりますし、用語解説とかいったものも文章的にはそこまであります。で、下の方は分子データなんですけども、分子データの中の例えばレフセックとかいった配列情報の説明情報のところにこうキーワード検索がかけられるようにということで、こういったものはオープンになっているものを中心に取り込んで横断検索にかかるようにしています。さて、では横断検索の横断検索の入り口、こちらなんですけれども、同じように NBDC のトップページのところの上から2つ目のところに、すでにそこに検索窓もありますが、そこのデータベース検索、横断検索という方をクリックしていただくと画面が出てきますが、ですね、実はちょっと細かい話なんですけど、今たまたまちょうどこのタイミングで後ろの仕組みをちょっと変えたこともあって、ここの数時間ちょっと調子が悪かったんですね。なのでデモ用にって言って資料にもそういうふうに書いてあるんですけど、ちょっとここまた何日か一生懸命担当の人が頑張ってくれて、実際のそのデータベース横断検索のところを使っていただいても多分大丈夫なので、実際はそのサイトに行っちゃってください。デモのことはちょっと気にしないで、実際のそのデータベース横断検索のサイトに行っていただければと思います。そうするとこういった感じの、いわゆるちょっと Google ライクな画面が出てくるかと思いますが、検索窓は一つですので、あまり迷うことなくそこに自分の検索したい文字列を入れていただくというような形になっています。で、文字列入れていきますと補完的に情報を出してくれますので、例えば今ここに例として出しているのはインフルエンザって入れようと思った途中の状態なんですけど、インフルエンザがちゃんと出てきてますので、それをプルダウンで選んでいただければいいというような形になります。で、検索窓のすぐ下にデータベースと、あとヒット検索ということで、2つチェックボックス、ラジオボタンがあるんですけれども、そこはですね、左側の方が今デフォルトで入っていて、データベースそのものを、検索しに行く内容になっていますが、結構な数エントリー入ってますので、もしかすると、時間がかかってなかなか出てこない可能性がキーワードによってはあります。その場合はですね、先にヒット件数だけまず確認しておいて、ある程度数絞り込んだ状態で実際にそれがどういうデータが検索されているかというのを見に行く方法がこれからご紹介しますので、そういったやり方で見ていただくと、その方が検索が早い場合があります。でもデフォルトはデータベースになっていて実際は結構早いのであまり問題にならないと思うんですけども、一応そういったやり方があるということです。あとは上の方にいろんなガジェットがありますので、必要に応じて使っていただければと思います。
であと今のは本当に簡易検索でもう一発ドンなんですけど、一応詳細検索というやり方もありまして、例えば先ほど日英の変換できますよって言ったんですけれども、それがまあ日英で A もいっぱい出てくるとうるさいから日だけでいいやと思ったらオフにしていただけると、そういう検索が日英翻訳がされなくなるとかですね。あとは対象データベースを絞り込むことができます。今下のところでいろんなカテゴリーに分かれたデータベース の種類が書いてありますけど、そのプラスをクリックしていただくとまた中開いて個別に選択することもできますので、そういった形でもう自分がだいたい例えば文献だけ調べたいというふうに思っていたら文献だけ選べばいいというような形でデータベースを絞り込むことができます。あとは、データベースの更新時期による絞り込みですとか、一番上の方はちょっと順番逆になりましたけども、生物種による絞り込みなんかもできますので、詳細検索としてはこういったインターフェースがまた出てくるということになります。でまずそのデータベースのまず件数の方だけ見るという検索 そのヒット件数の検索結果はこんな感じに出てくるんですけれども、ちょっと実際の数字とまた違うんですが、ちょっと概要はこうですということをご覧いただければと思うんですが、まず先ほどご覧いただいたようなその詳細の検索で出てきたようなデータベースのグループ群が出てきまして、そこにそれぞれ何件ヒットしましたというようなことが出てきます。なのでそこの例えば今選んでるのはゲノム遺伝子というようなところですね。あそこの選んでプラスを選んでいただくとまたその下のが展開されますので、それをさらにさらに展開していくというようなことをして、最後にその一番下に今5件個別エントリーが5件ありますよということが表示されますされております。あそこを文字をクリックしていただくとその個別エントリーを見に行くことができるというような感じで、まあ、基本的に結構直感的にこうだんだん絞り込んでいただけるような形になっています。でさらに例えばそのデータベースの名前見ただけじゃよく分かんないよってことはよくあると思うので、個別のそのデータベースがどういったものかということを簡単になんですが、インフォメーションマークですね、あれをマウスオーバーしていただきますと、そのデータベースが何であるかというようなことを今ちょっと青いボックスで紫色っていうんですかね、ボックスで書いてありますけど、ああいった形で簡単になんですが分かりますので、目安にしていただいて中のエントリーを見る際の参考にしていただければというふうに思います。個別エントリーを見るというふうにやった場合、それからあるいはそのデータベースをこう直接検索しに行った場合、いずれも出てくるのはこういったGoogle の検索結果みたいな感じに出てくる、これ一つ一つがレコードエントリーの情報になりますけれども、この画面の中でも実は絞り込み機能がありまして、一番上のところのナビゲーションバーといわれるところですね、あそこでどんどん絞り込むことができます。今すべてのデータベースってなって、青い画面が下の方にダッと出ていますけど、ああいった形で先ほどと同じようなデータベースの分類が出ておりますので、このカテゴリーの中から例えば今はゲノム遺伝子 RNA っていうのを選ぶと、その次のまたレイヤーのところで、ゲノム遺伝子 RNA っていうのが出た、そういった画面になっておりますが、ああいったものが出てきます。またその中からさらにサブグループを選ぶというようなこともできるということで、先ほど、ヒット件数から絞り込んできたのと同じ機能がこのナビゲーションバーの中にあるということになります。で、検索 その結果自体がその左側に書いてありますけれども、右側の方にはツールボックスがいろいろありまして、関連遺伝子ですとか関連語句 その思想ラスといわれるものですね、それから、外部リンク、これもちょっと後で実習のところに出てきますけど、外部リンクがいろいろ貼られていて、中には関連する情報を簡便に見られるものとかがありますので、これも関連情報としてお役立ていただければと思います。で、一つ思想ラスなんですけども、これはどんどん検索を広げていただくということで、例えばさっきインフルエンザっていうふうにありましたが、その時に出てきた、関連の思想ラスのところで、流行性感冒という言葉が出てきます。なかなか報告されている文献とかで流行性感冒って書かれているものそれほどはないんですが、それでもそこをクリックしていただくと、今こういった形でその流行性感冒という言葉で検索したような、そういった結果がもう一回出てくるようになっていますので、一回検索して出てきた結果からどんどんこう広げて見ていっていただくというような仕組みになっています。さて、
ではその横断検索実習というページのところをご覧いただいて、今ちょっと基本的にお見せした内容と同じなんですけれども、まあ、講習会の横断検索でインフルエンザとちょっと検索をしてみてください。で大丈夫だと思うんですけれども、もし固まったらあんまりバシバシクリックをしないでしばらく落ち着いて改めてクリックするということをやっていただければと思います。なんか結果出てきましたかね。5万何件というような結果が今出てきてるんじゃないかと思うんですけど、どうでしょうか。大丈夫でしょうか。では、実習6のところで、右の方のちょっと下の方になっちゃってるかもしれないんですけれども、ツールボックスの外部リンクというところを開けていただくと J グローバルというサービス名が出てきますので、ちょっとそこをクリックしていただけますか。この J グローバルというのも実は JST 科学技術振興機構で提供しているサービスなんですけれども、これは生命科学に特化したものではなく、もっと科学技術振興機構というのは結構対象が本当に科学技術全般なのでいろんなデータがあるんですけれども、それを全般的に集めたようなものになります。でここにも結構もちろん生命科学に関する情報がいろいろ入ってますので、お役に立つものも結構あるかと思うので、この外部リンクをここで貼っています。資料の方にもその画面出てるんですけど、こんな感じになってまして、これはもちろんその外部リンクのサービスによるんですけれども、もともと最初の検索に入れていたインフルエンザっていうような、それからまあこれは今は翻訳の部分も入ってますけれども、そういったものをちゃんと引き継いでくれるような外部リンクもあります。そういった設定にできるものはしてありますので、いちいちまたインフルエンザって入れなくていいというような形になっています。じゃあもう一回ですね、横断検索の画面に戻っていただいて、まあ、上書きでいいので P53 という有名な遺伝子がありますけど、その P53 でちょっと検索をしてみてください。はい、そうするとまたちょっとこれも数字が違ってると思うんですけど、まあ、こんな感じで P53 についてのいろんな情報がバーッと出てくるわけですが、その右側のところですね、関連遺伝子のところなんですが、そこもちょっと今場所が変わっているかもしれませんなんですが、そこもちょっと開けていただいて関連遺伝子をちょっと見ていただくとどんなものが見えるでしょうか。で関連遺伝子のところには必ず4つのリンク、あるものは4つのリンクがつけてあります。で1つは NCBI の遺伝子の情報、それからヒューゴという人に関するデータベースですけれども、そのノーメンクレーチャーコミュニティのところのデータベースに飛んでいくリンク、それからゲノムネットワークのプラットフォームに飛んでいくリンク、あと最後はユニプロットですかね。ということで、これは全て外部リンクなんですけれども、見つけられた関連遺伝子についてそれぞれ、個別の情報を見に行くようなところを簡便にこうやってリンクをたどっていただければ分かるというような状況になっています。はい、ここまでは良いでしょうかね。止まっちゃって困ったって人いないですか。あ、よかったです。開発者にちょっと伝えて喜びを分かち合いたいと思います。それからですね、最後に、皆さんも検索するときにいちいちコンピューター開かないでスマホでやられる方多いと思うんですけど、というような状況があるかということで、この横断検索もこのようにモバイル版を作っていますので、研究室でいちいち PC 開かないで検索するということもある程度できます。もちろん画面ちっちゃいのでたくさん情報が出てきたときなかなか大変かと思うんですけど、一応ご参考までにお知らせしておきたいと思います。はい、主なサービスの一番最後の方になるんですけれども、データセットの取得できないかということでご紹介したいサービスがあります。データベースアーカイブと言います。国内で作成されたデータベースをその作成した先生方とお話をしながらですね、ちゃんとダウンロードできる形で私たちのところにお預かりしているもので、今収録データベースは133件になっています。いろんな形でダウンロードすることが可能なので、応用したいそのアプリケーションによってですね、選んでいただいて自由にダウンロードして使っていただきたいということで、あとデータベースにデータについての説明がきちんと書いてありますので、そういった面ではデータの意味がちゃんと分かるというようなものになっています。
でデータは先ほどご紹介した CC ライセンスで配布していまして、基本は表示継承というライセンスになっていますので、またそのデータを使って次のデータベースを作られた際にはぜひ私どものアーカイブで公開させていただければと思います。対象物なんです、アーカイブされているものなんですけれども、データベースのカテゴリーとしてはこちらの左側に書いているような分類になります。まあ、ゲノムなどが割と多いですけれども、そういったものが入っています。それからあとカテゴリーということで、どんなデータの種類ですね、どんなものが入っているかということもこちらの右側の方にまとめてありますけれども、やっぱり配列情報が多いんですかね、というような形になっています。データベースアーカイブの入り口は先ほどもご紹介している左上のところにアーカイブと書いてありますので、そこをクリックしていただくとこんな画面が出てきます。でインターフェースのご紹介としては、真ん中 その、まあ、上に説明がありまして、その下のところの一覧のあるところの上にですね、表中の項目と書いてあるのは今下に書いてあるその表が出てますけども、その中に書いてある項目で検索できるというような、そういった一覧内の検索の窓口があります。それで、表示は各項目によってこう表示相当が変えられるようになってますんで、いろんな切り口でデータを見ることができます。結構数もやはり多いので、自分が目的とするものを上に持ってくるような相当の仕方をしていただければと思います。で右上の方にはですね、またちょっと違った検索の仕方ができるようになってまして、それについてはその次のページにどういった検索内容なのかということが画面でそれぞれ書いてあります。こちらは配列情報も多いということで、4番なんかはブラストによる配列相続性検索なんかもできるようになっております。あと画像なんかも含まれた、ね、データもありますので、そういったものなかなか検索しにくいんですけども、そういったものを検索できるような仕組みもございます。それでここちょっと実習あるんですけれども、これはもう同時に進めていきたいと思います。オープン TG ゲイツっていうプロジェクトがあったのをご存知の方いらっしゃいますでしょうか。毒性に関するデータベースでして、マウスの組織片なんかもその、毒物か化合物をいろいろ与えてですね、そのマウスの組織片 の画像ですとか、ヒト細胞についてその化合物が与える影響なんかについてまとめたデータベースなんですけれども、それについてちょっとアーカイブの中に入ってますので見ていきたいと思います。データベースアーカイブのサイトの一覧内検索というところでオープンと入れかかると、多分3文字目でこの状態になると思います。なったらですね、一番下のオープン TG ゲイツというデータベースのまず利用許諾というところをちょっと見てみたいので、一番右側のところをクリックしてください。するとこういった画面になると思います。それぞれのデータベースに対して一枚一枚こういうのがついておりまして、どういったクレジットの状況なのか、これ CC by、CC by SA で、by というのは表示、それから SA というのはシェアアライクという継承というものですけれども、その表示ですよということと、それから、by と書くからにはじゃあ誰のというのを書かないといけないので、じゃあどういうふうに書いてほしいかということを著作者の方が書いてあるものがそこに書いてあったりします。なので引用するときはこれを使ってくださいというような文章ですとか、そういったものが書いてありますし、他に何か条件があれば一応そこに書いてあるということになります。はい。でちょっと元に戻っていただいて、じゃあ今度データベースの説明の内容を見てみましょうということで、サムネイルか名前をクリックしていただくとこんなページになります。このメタデータのページでは、作成者、連絡先、どういったプロジェクトでやられたものか、からまたオリジナルサイトのリンク、それから運用の開始と最終更新などといった情報を揃えて書いてあります。これいずれのデータベースについてもこういった情報を揃えて書いてあるというものになりますが、これを見ていただいて、なんか特殊な交渉が必要な場合にはやはり連絡先も必要ということなので、こういったものが書いてあるということですが、基本は先ほどの CC のライセンスに従っていただければ特にこちらに断っていただく必要はないと
ということでここでお預かりをしているものなので、その辺はご安心いただければと思います。じゃあまた戻りましょう。もう一つですね、ここにあのダウンロードというリンクが名前の下にあります。ここをちょっとクリックしてみてください。すると、まあ、ちょっとこれは今度あのそれぞれのデータベースごとにどれだけデータセットを持っているかとかによって違うんですけれども、 OpenTGates の場合にはかなりあのいろんな項目のデータが入ってますので、こういった形であの整えてありまして、まあ、あのいろんな種類の情報データの名前がありますが、データのファイルをもう ZIP 形式でガッと丸ごとダウンロードできるようなリンクもありますし、それから右側の方では、まあ、データをそれぞれちょっと眺めてからなんか検索をしてからダウンロードするような、そういったページもあります。で今この、デモンストレーションとしては一応その検索ダウンロードの一番下のところですね、そこをちょっとクリックしていただく と、次のこういったページになってまして、これはですね、あのファインドの欄に、ハイパートロフィー肝肥大ですかねの情報と、それからファインディングタイプっていうのを入れてサーチしたような結果になってますが、こういった画面のところまでいけますかね。まあ、一応あのどういった検索を入れていただいてもいいんですけれども、あの基本的にまあこの画面の一応機能的なことをご紹介すると、そういった検索ができるところと、それから絞り込んだその検索結果が出てきたものをダウンロードするところ、から全データをダウンロードするところというようなことが機能的にはあの持たせてあります。で全データをダウンロードというふうに選びますと、いろんなファイル形式でダウンロードできるよというような選択肢のある、そう見える画面が出てきますので、そこで必要な形のデータをダウンロードしていただければと思います。ここまでよろしいでしょうか。じゃあ最後の実習10というところのリンクを叩いていただきたいと思いますけど、そうするとこういった形になります。ちょっとダウンロードは後でやってください。ダウンロードをみんな一斉にかけると非常に大変なことになるので、ちょっと申し訳ないんですが、これは後でやってください。で、またダウンロード画像を見るのには専用ソフトが必要なので、それはちょっとまた別に書いてあります。で、ただ今このフルサイズビューっていうのを画像を見ることは自由に拡大できますので、これはそのままでやっていただくのは大丈夫だと思います。それは PC の中での処理だと思うので。はい。こういった形で、まあ、あの OpenTGates についてはこういったあのラットですね、まあ、さっきやったマウスと申し上げたかもしれませんが、ラットだと思います。ラット その組織切片のこういった画像まで全部入っているので、こういった形でどんどん深掘りしていくとですね、なんかいろんなデータがあるという状態なんですけれども、あのそれぞれデータベースによって違いますので、あのご自分であのいろいろ検索していただいて、必要なデータをここから自由にダウンロードして、で CC by SA の条件であれば基本的にあのどんな使い方しても構わないということなので、自己自由にお使いいただければと思います。はい。で最後にあのデータベースに関してですね、利用状況というのが見られるんです。あのやはりなんか皆さんどんなデータを見ているのかなというのが気になる人多いらしくてですね、この利用状況というのを知りたいというリクエストが結構あるんですけど、これが7月先月のダウンロードの状況というのがこの利用状況、前の月のが見られるのでご覧いただければと思うんですけど、チップアトラスというのが一番になっていて、これはチップセックのデータ、公共データベースにあるチップセックのデータ のまとめたいた、まとめたサイトなんですけれども、これが今一番になっています。それから2番目が今ご紹介したのは OpenTGates、 この OpenTGates は非常に根強くてですね、必ずトップ3には入ってくるというようなものになります。他いろいろありますので、こちらもご興味があればご覧いただければと思います。で最後にこのデータベースアーカイブではデータの受け入れを募集していますというのを必ずお知らせすることになっておりまして、あの、まあ、データをあの共有することが容易で、今お示ししたように必ずあの CC by SA という条件でということとか揃えたりしていますので、そういったテンプレートもちゃんと揃っておりますので、ぜひあの何かデータを公開したいんだけどというようなことがありましたらですね、あの一度ご相談いただければなと思います。あの実はあのネイチャー系の雑誌であのサイエンティフィックデータという、今データをパブリッシュするというあの雑誌も出てきましたけれども、そこのデポジットにもあの指定されておりますので、そういった意味ではサイエンティフィックデータにパブリッシュしたいんだけどという時にはここにデポジットしていただければ、そのままサイエンティフィックデータでも受け入れていただけることになっていますので、ぜひご検討いただければと思います。
あとじゃあもう一つですね、さっきの左側の上の方にあるサイトで NBDC RDF ポータルっていうのがもう一個あるんですけれども、それについてちょっと簡単に触れます。データをオープンにするっていう動きっていうのが、このティム・バーナーズ・リーっていう人がですね、オープンデータという運動を提唱してるんですけども、その段階には5つあると言われていて、一番左下が PDF、PDF で公開すれば一応みんなが見えるっていう状態にはなるんですけれども、それだけなんです。でその次には今度 Excel のフォーマットで公開する、データを公開する、そうすると一応計算にも使える、だけど Excel でしか使えない状態なんですね。でじゃあもうそれをちょっともっとジェネラルな形にしようということで、例えば CSV というタブ区切りの情報にしたら、もっと他のアプリケーションでも使える。でさらに今度は RDF という形なんですけども、今度は、その書いてある情報にそれぞれユニークな ID を与えるというようなことをちゃんとやってやることすると、データそのものが、特定できるようになるので非常にいいということ。それからさらにですね、その ID なんかID や言葉遣いを共通のものにして、お互いにデータがつながるようにしてやるというような、こういった5段階のいうようなオープンの仕方があるよということを提唱されています。それで NBDC ではこの RDF という形式をじゃあデータにもどんどん応用していきましょうということで、こう推奨しているんですけれども、その RDF のデータ構造っていうのは、主語、述語、目的語というもの、そういう構造で何でも書くというものです。主語、述語、目的語、なんか英語の授業みたいなんですけれども、その主語とか目的語にあたるところに、なんかそのものを示す ID を置いてやって、述語で関係性を表す。でその時に必ずその主語、述語、目的語についての言葉をきちんと整理して、共通のものをみんなで使うようにすればデータの広がりがあるというようなことを考えていて、それで RDF っていう形式でデータを整理していきましょうということをやっています。で下にちょっと簡単な例が書いてあるんですが、例えばニューヨークっていう州は、NY っていうふうに略すっていうことを表現するとああいう形になるんですね。でこれは文章ならなんか分かりやすいと思うんですけど、例えばじゃあデータで言えばそれはどういうことかっていうと、これも本当に非常に簡単な例で私が適当に書いたんですけれども、例えば NM なんたらかんたらというああいうレファレンスのシークエンスのデータでは、先ほども出た P53 の TP53 っていうタンパク質をコードしているというような関係性をああいうふうに表すことがデータでもできるということなんです。で例えばこういったところをその TP53 っていうのが他にも同じようなこのデータの組み合わせのところで出てくれば、それとつなげていくことで、実はこの簡単な密組みの情報を使えば膨大なデータのネットワークを作ることが可能であるということを考えてまして、今それを進めているところです。それで、NBDC が関係するようなそういうプロジェクトを中心になんですけども、今 NBDC RDF ポータルというところで今17データセットをすでにここで RDF というこの形式でもって公開をしていますので、どんどんここでつながったデータがだんだん増えていけばですね、そのデータのネットワークが巨大になっていって、いろんな中で検索ができるようになるというふうに考えています。かなり複雑な意味を持たせたような検索がある意味自然文の検索とかそういったものもできるんじゃないかということで、今私たちはその基盤技術開発の方で特にこれを進めているところです。すでにユニプロットとかですね、EBI とかそういったところもこういった形式でデータを公開し始めていて、そういったデータはまた自由に使えますので、こういったものをどんどん世界的な大きなデータベースともつなげていくようなことができるということで、これがもう一つ、ある意味ダウンロードして使っていただけるものでもあるし、ここに行ってそういう検索を試すというようなこともできるというような、そういったサービスでデータの再利用につなげていきたいということになっています。はい、これが左上の方にまとまっているデータのご紹介なんですけれども、今日は特に医科大学さんということでですね、人に関するデータ関連のサービスをちょっと一つまたご紹介したいと思います。NBDC ではゲノム医学ということに対して、NBDC がどういう取り組みができるかということで、アクセス制限の必要な人に関するデータを収集公開する仕組みというのを
作っています。数年前から始めたところなんですけれども、もともと日本にはこういうデポジットできるようなデータベースがなくてですね、例えばこう論文に何か日本で研究した成果を公開するときに、なぜか米国との DB ギャップとか、EBI の方に登録せざるを得ないというような状況があったんですけども、今は NBDC の方で DDBJ と協力してこのサービスをやってますので、ぜひ人に関するデータを論文等で公開されるときにはデータセットをこちらへご登録いただければと思います。場所は先ほどの左の上のセットのすぐ下のところに NBDC 人データベースというのがありまして、ここをクリックしていくと先ほどのこちらの画面が出てきます。で、人に関するあらゆるデータを対象としてますので、まあ、画像ですとかそういったものも受け付けるということになっています。で、あと匿名化、多分研究現場に来た時にすでに一重あるいは二重に匿名化されていると思いますけど、一応データベースに出す時には二重匿名化されたような状態にしてくださいというようなことをお願いをしています。今ちょっと匿名化ということは実は個人情報保護法で使わなくなってしまったので、ちょっとあまり適切じゃない言い方なんですけど、まあ、再ナンバーリナンバーしてくださいということですね。ということで、そういったものを私どもはお預かりするということになっています。で、ポイントはですね、データの提供とか利用に関する審査を NBDC が実施することで、先生方の方でその利用したいんだけどというこういうアプローチに対して一つ一つなんかこう所内の倫理審査にかけたりとかですね、そういったことをしなくていいよというのが一つここの、売りといえば売りです。で、今現在公開データの数はオープンデータの方はまあその審査とかいらないものですけれども、そちらの方が14件ありまして、宣言公開データというのがその審査が必要な部分ですが、それが44件になっております。一応データの区分としてこういった形になってまして、非制限公開データの方はどういうものかというと、まあ、集団の統計値ですとか、まあ、特定の個人由来でないようなものということなんですけれども、こういったものは一応受け入れるときにはそういうことが問題がないかの審査はしますけれども、利用者の方には基本的にオープンになっていて何の審査もなく使えるという状態になります。で、制限公開の方はですね、まあ個人ごとの情報ですね、人の一人のゲノム全部読みましたとか、そういう NGS のデータとかそういったものもこちらで受け付けることができます。で、こちらに関しては提供していただくときにも審査をします。こう所内とかで、倫理審査とかされていて公開することに問題がないかというようなこととかですね、そういったことを確認させていただいて、今度は利用者側の方は、利用することに際しての倫理審査などをそちらの機関でやられているかとか、そういったことも含めて、確認をさせていただいた上でこう払い出すということになっています。それで、公開待機データというのは、例えば論文書くので、例えばこう番号欲しいんだけどちょっと待って公開は待ってくださいというようなことももちろん私ども受け付けてますので、ぜひご検討いただければと思います。で、先ほど申し上げたその審査の仕組みがこちらで、あんまちょっと細かいのでいろいろ言いませんけれども、一応その人データの共有ガイドラインというのを私どものところで作ってまして、だからそれからあとそのじゃあデータをハンドリングするのにどういうセキュリティが必要かというようなことをあまり明示したものを公の文書がなかったので、それも私たちのところで作りました。なので、こういったガイドラインに従って、提供者の方が必要な条件とかを確認していただいて提供の手続きをしていただくということと同時に、利用者の方も一応この共有ガイドラインを見ていただいて、で特にそのハンドリングの時にどういったセキュリティが必要かということをセキュリティガイドラインで確認していただいて、それで、申請していただくというようなことになります。で、実際はこの NBDC の人データベースの大半の部分はですね、三島にあります DDBJ のセキュアなサーバーの中で運用されているというものになります。セキュリティのところはですね、制限公開データに関しては一応こんなところを必要かなということを考えているのが、例えば使われる先生方 その所属組織の欄で使ってくださいということ、中だけで使ってくださいということと、コピーしてはダメですとか、あとは申請の中に含まれた方だけがアクセスできるとか、そういったことになります。で、一応レベルを2段階設けてまして、ネットワーク、そこのサーバーへのアクセスのレベルが1段階上がっているものについては、入室管理みたいなものですね、そういったものをちゃんとされているかといったことも求める場合がございます。
はい、今のが人に関するあのデータベース、データ関連のサービスのご紹介でした。で、ここからその他のサービスということでご紹介を続けていきたいんですけれども、また先ほどの NB 自身のトップページに行っていただきますと、右側の上から2段目のところに、日本語や動画で分かりやすくということで、ちょっとレビューとかですね、東郷テレビと書いてあるところがあります。実はあのこのサービスが皆さん最もアクセスしていただけるサービスなので、ぜひあの知っておいていただければと思うんですけれども、実は東郷テレビについては多分後であのボーノさんがお話になると思うので、私はここは話しません。資料はそこにありますけど話さないです。それからなのでちょっと飛ばして新着論文レビューの方に行きます。これはですね、日本語による英語論文の解説記事、一言で言えばこういうことになります。ネイチャーとかサイエンスとか、まあ、いわゆるトップジャーナルというのがあるんですけども、あのそういったものに、掲載された記事の中から第一著者が日本人のものについて、その著者本人にあのその論文周りの、 あの状況も含めたレビューを書いてくださいということをお願いして書いていただいているものです。公開数がもう1000本を超えていまして、新たに書き起こしていただいて、CC BY の条件であのご提供お願いしますということになってますので、文章や図を再利用していただくことが可能です。図もあの新たに書き起こしています。なので例えば学会とかで、そのイントロのところに使うとかですね、そういったこともできますので、ぜひあの参考になるものがあったらレビューを読んでいただきたいと思うんですけれども、この CC BY というところだけ守っていただければと思います。どういうふうに書けばというようなこととかもそこに書いてあります。で例えばこういった形で、英語の名前ではファーストオーサーズという名前で出ているので、もしかしたらこれ見たことあるという人もいるかと思うんですけれども、どんどんあの毎週のようにというかあの記事が出てますので、ぜひ一度ご覧ください。あの記事の内容とかで検索もできます。でそれとちょっと似たようなサービスなんですけれども、ライフサイエンス領域融合レビューというのがあります。先ほどのはもう最先端の論文発表に付随するその周りのレビューなんですけれども、これはもうちょっとこう幅広くですね、ある一定の学問領域を対象にした日本語のレビュー、そういう意味では本当にこっちはまあレビューっていう方、こっちの方がもっとレビューっぽいかと思います。でこれちょっと後から始めたんですけれども、あの基本的にはその分子生物学会、タンパク質学会、細胞生物学会、植物生理学会の先生方にお願いをして、まあ、その学会からこう推薦をいただいて、その先生にお願いして書いていただくということになっています。で、まずあの本数はだからその幅広い分だけちょっと少ないんですけれども、これも同様に文章や図の再利用が可能なので、やはりイントロとかそういうところに使っていただくのに非常に有用ではないかなというふうに考えていますので、ぜひこちらもご活用いただければと思います。やはりあの自分がやったことない分野のことって、まず日本語でっていうようなニーズがすごいありますので、もともと文科省のプロジェクトの時代から日本語でっていうところ、結構私たちのところキーワードでやってますので、その一環でこういったものを進めています。内容としてはこちらリーディングオーサーズという名前であの出てますけれども、 PDF 版も配布しておりますので、あのどっかにダウンロードしてみるとか、そういったこともできるようになっています。ぜひお使いいただければと思います。あとはですね、この辺も永里さんが後で SRA は多分メインでお話をいただくと思います。レフェックスも多分ボーノーさんがお話しいただくと思いますので、私の方では割愛します。 Google 名は話されますか？話されませんね。だとしたらちょっとそこだけ最後にお話をしたいと思いますけれども、統合遺伝子検査が Google 名という、ちょっとあのググったらいけないよっていう名前のGoogle なんですけれども、まあ、様々なキーワードから遺伝子を簡単に検索して眺めることができる遺伝子の検索エンジンです。で、短い塩基配列とかアミノ酸配列からでも検索することができるので、あの非常に高速なので、これもあのブラストとかの代わりに使っていただければと思いますが、あの結構その対象となっているデータベースもたくさん出てきますので、ぜひあの使っていただければと思います。これも、まあ、使ってみるとなんか良さが分かるようなサービスなのかなと思うので、ぜひ行ってみてください。
いろんなサービスをご紹介してきましたが、最後にもうちょっとだけお付き合いいただきたいのが、このプロジェクト、もともと文科省のプロジェクト、私どもの その組織も文科省の傘下にありますけれども、で始まっておりますけれども、ご紹介したように、生命科学に関するいろんなファンディングですとか、そういったものはいろんな省庁で行われております。経産省、それから厚生労働省、農水省というのがありましたので、私どものところ の先ほどカタログでご紹介したインテグバイオという名前なんですけども、このインテグバイオというのはこの4省のいろいろな成果を統合するというようなことを目指して、こういったサイトを作ってサービスを展開しているというところがございます。で、こちらからもその先ほどのインテグバイオとかに飛んだり、インテグバイオのカタログのところに飛んだりとかできるようになってますので、ご興味のある方はぜひご覧いただきたいんですけれども、基本的にはそのインテグバイオのデータベースカタログの中に全部のその省庁からのデータを集めていますので、個別のサービスをお使いいただいても、いろんなところの省庁の成果が見られるということになっております。でこの辺はちょっとなんか愚痴っぽくなるんですけれども、まだまだそのデータ共有というのはこんなふうに進んできてはいるんですけれども、まだまだ問題があるというふうに私も考えておりまして、データ共有に関する国レベルのルールとかガイドラインというのはちゃんとしたものが実はないんですね。で先ほどオープンサイエンスの動きがあるって一番初めに申し上げたんですけれども、だからといってじゃあこうしなさいというようなそのガイドラインとかそういうものがなくて、今生命科学に関しては私たちのところでいろいろなガイドラインを出しながら、先生方のご協力いただきながらこうやって集めているという状況なんですけれども、一つにはそうやって出していただくことに対するインセンティブというのはなかなか差し上げることができないということがありまして、非常にそれは問題だなというふうに思っています。あとは最近ちょっと進んできてはいますが、機微情報のデータベース化というのは、例えばさっきの人データとかですね、ああいったものの国レベルのルールとかガイドラインがなかなか整備が進まないということで、やっと最近個人情報保護法が改正されたのを受けて、ゲノムのに関するガイドラインなんかも整備されつつありますけれども、例えば国外からの利用への応用、当然もインターネット上でそういうデータがあるよってことが分かってしまったりすると、国外から私どものデータベースのところにも来るんですけれども、じゃあそれに対してどういう対応をしていったらいいのかということとかがなかなか難しいということですね。あとは欧米の DB センター、 NCBI とかああいったところでは私のところは非常に弱小なので、もう規模が桁違いなので、なかなか、たくさんのことができないというのが非常に問題だとは思っています。あとは、データを出していただくのはなんか最後 そのデータの成果が出てくる段になって、こんなデータがありますって言われることがほとんどなんですけれども、それだとなかなかデータを組み込んでいくっていうのがなかなか難しいこともあるので、できればデータを算出するようなプロジェクトに最初から関わりたいなというようなこういうな要望が私たちの中からもあるということです。でこういった私たちの活動を維持していくためにはですね、いろんなご紹介したサービスをなんか活用していただいて、皆さんがこんなことできたよというようなことをフィードバックしていただくのが一番の糧になるわけで、そういった意味で資料にも入れてあるんですけれども、サービス活用に関する情報提供をお願いしているところです。NBDC のデータだけじゃなくてもいいです。こんなデータ使ってこんなことができましたということがあったら、ぜひお寄せいただきたいなと思って、一応そのリンクをご紹介させていただきました。